千尋です。あの子の名前千の翼、ナナさんがつけたんです。ジンさん、殺し合う以外の方法だってあるかもしれない。先生もそのための研究をしてくれてるんです。すぐ目の前のものにほだされる、お前の癖だな。俺よりも人間臭い。無理だ。それは俺が一番分かってる。アマゾン。アマゾン。早いところは好きだぜ。